皆さんこんにちは、そうやかいです。みさこです。ハロー。まいなです。ハロー。なおです。はい、今日は、道場 の、 あのオフグリッドの、クラウドファンディングをやっていて、イエイ。それの、ちょっとみんなでもっと参加してくれる人が増えたら嬉しいなと思って動画を撮っています。はい、はい、じゃあ、まずちょっとね、うん、そのクラファンをね、うん、今やってるよね、うん、そのクラファンのさ、どんなクラファンなのかっていうのはさ、ちょっとこう教えてほしいんだけど、うん、今道場にどんなシステムを作ろうとしてるのかちょっと簡単に紹介していこうと思うんだけど、はい、いいですか、うん、はい、はい、紹介しましょう。はい、じゃあどうぞ。私今はここの、ね、上に、南向きの、屋根があって、そこにソーラーパネル250ワット、250ワットのパネルを4枚、そうだね、並べて、作ろうと思っています。でその250ワットのパネルが4枚だから、うん、だいたい1キロワットだよね。うん、そうだね。そうそうそう。で1キロワットぐらいの出力のパネルを今何入ってる、1キロワットぐらいのパネルをからこう線を引いてって、こっちの母屋に、うんうん、持っていこうとしてるんでね。そっちにバッテリーを置いたりする予定。そう、ハロー母屋。そこの母屋の中に折り紙、まあ、バッテリーを置く場所と、それからハイブリッドインバーターっていうものを、うん、まあ、設置しようとしていて、ハイブリッドインバーターの出力が 2kW、うん、1人子供で、バッテリーが 100Ah っていうバッテリーを、200Ah っていうバッテリーを2つ置こうと思ってて、かなりこれはまあ合わせて、5kW ぐらい出力が、うん、5kWh 分ぐらい出力があるっていうものになって、うん、それってどれぐらい、ね、普通のみんなの生活で。じゃあちょっとこの道場で一番電気を使うのがトースターなんだよね。はい、まあおそらくトースターじゃん。ゴミ箱から拾った愛用のトースターで、これは100ボルトの820ワット、うん、使ってる間に820ワットっていうエネルギーを消費してしまいます。はい、これが一番心配だったの。それでライトがあります。あ、ライトね。で、ライトは、これ LED だから、まあ 6.7 ワット。で、これが。すごい少ないよね。ライトと、あと、トースターもライト。この、チェーンソー。充電式、バッテリー式の工具を結構使ってて。ハロー、マイナでいいですか、はいはい、マイナ。はい、マイナです。これは、108ワットアワー、うん、でも関係ないか。これ充電するときにどのくらい、ここに書いてあるね。まあこれとこれかけるとだから、え、6かける108って書いてある。あ、そうだね、そうだね、そうそうそう、うん、がダブルで、うん、これ結構何かと工具、建築とか草刈り機とかもね、草刈り機とか、うん、そうだね、そういうので、うん、使ってます。あとは冷蔵庫ね。冷蔵庫見せよう、うん、冷蔵庫みんな知ってるから大丈夫かな。まあ道場で使ってる電力はね、主にそういうところなんだけど、それを今までは、ね、普通の、グリッドにつながっていて、みんなと同じように電気を買って使っていたんだけど、一応その、いろんな自然な、電力、なんて言えばいいんだろうね、まあ、太陽の光と か、うん、とかバイオマスとかそういうのから契約してる電力会社から買ってはいるんだけど、でも今回ね、自分たちの土地で、ソーラーパネルを設置して、そこからの電力から全てを賄ってグリッドから切り離すっていう実験をしようとしているところです。そうで、そのそうグリッドから切り離すっていうのをね、オフグリッドっていうふうに言うんだけど、うん、まあ、なんで、ね、こんなことをやっていくのかっていうことなんだよね、うん、で、まあ、僕が思うに、まあ、グリッドってめちゃくちゃ便利なものなんだけど、うん、なんか今すごいさ、なんかまあウクライナ侵攻とかもあって、エネルギー価格がすごい勢いで上がってってるんだよね、うんうん、で、まあ、上がったり下がったりを繰り返しているんだけど、基本的にはずっと今後上がっていくっていうふうに言われていて、
て、でその上がっていくエネルギー価格が、まあ、例えばギリギリの暮らしをしている人とかさ、それによってすごい影響を受けるじゃん、でなんかまあイギリスとかそうヨーロッパで特にエネルギー価格が今めちゃくちゃすごいことになってて、でなんかやっぱり貧困の中にある人たちとかは今日の家を温めるか、ご飯を食べるかを選ばなきゃいけないみたいなね、あのヒートポバティみたいな言い方をすることも今出てきている、でそういうのってなんか、まあ、おかしいじゃん、そもそもなんかやっぱりみんな温かいところで暮らしていく、いけるべきだし、じゃあ そういう世界ってどうやって作っていけるんだろうっていうと、やっぱり自分のところである程度は電力を、作れる人がどんどん作っていって、でまあ、作れない場所もあるから、まあ、それは残るけど、でも太陽光はこんだけさんさんと照ってるんだから、その太陽光をさうまく電気に変えて、でそれで自分たちで使えればさ、いいじゃん、そういう社会になっていくべきだと思うね、でそれが全ての人にとってあの手に届くものになっていくべきだと思うの、でそうすれば石油をさじゃんじゃか掘り出して、でその石油をね、利権という、まあ、巨大な利権構造になっててさ、でその巨大な利権構造に戦争というものとかさ、こう貧困とか格差というものがつながっていってね、でそういうところから脱出するためにも、みんながこういうことをやっていくべき、であともう一つはその社会的な意味ではまあそうだと思うんだけど、個人的な意味でもこのさエネルギー価格が何4月からだいぶ上がるっていう風に言われてるじゃん、なんか道場でも、なんかそう契約してる電力会社から4月から3割から5割は上がりますって言われて、あそれほぼ 1.5 倍とかだよね、やばいね、結構きついよね、まあ、道場はすごいまあ大きいんだよね、あの2700坪あってで母屋が大きいんだけど、電力使用量としては本当に一人暮らし分ぐらいの電力、そんなになくて、さっき言ったね、あの一番たくさん使うのがトースターとさっきの工具の充電器ぐらいだから、みたいな感じで、そこの、それしかないからこそ今回75万のシステム、クラウドファンディングでは75万を集めて、そうだからこれが元なんだろう、同乗ぐらいの大きさで一般の人と同じような電気の使い方をすると多分、500万とかのシステムを組んでも間に合わないくなっちゃう。だからそこのだからオフグリッドすると同時にどれだけ道場のエネルギーを、なんて消費量を抑えれるかっていう、そうところがすごい大事。だからまあなるべく熱を発生するものはね、薪に切り替えていこうとか、そういうことをまあ道場はすでにいろいろやってるけど、まあそれも合わせてやることは大事だよね。そうだね。そう、まあそういうわけで今回ね、その75万円のシステムを、富士野電力、まあ、名前聞いたことある人多いと思うんだけど、神奈川県の相模原市にある富士野っていう町でね、富士野電力って、まあ、震災311の直後から結構活動していて、でそこの、まあ、僕すごく親しくいろいろ一緒にやらせてもらってるんだけど、鈴木俊太郎さんという方がね、同じ鈴木、そう僕と同じ親戚じゃないんだけどでその俊太郎さん道場にも何度も来てくれてるし、まあ、僕のうちも一部オフグリッド頼んだりしてて、で富士野にはさオフグリッドの家がさ、何十軒もあるの、でそこの施工とかもたくさん手掛けていて、なんか日本中のそのエネルギーのなんていうか自分で作るっていうムーブメントを引っ張ってってる人なんでね、でその俊太郎さんに相談して、じゃあ消費量を抑えればこのぐらいの金額でこのぐらいのシステムでいけるんじゃないっていうことで教えてもらって、で今みんなでクラファンを頑張ってるという感じなのね。であとさもう一個さ、この実際クラファンに参加するっていう参加の仕方もあるけど、もう一個さワークショップあるじゃん。そうそう、当日にね設置するのが1月の27、28、29の3日間金土日なんだけど、そこでですね、その実際に富士野電力の鈴木俊太郎さんに来てもらって指導してもらいながら、全然ねそういうのやったことないし、電力のなんかその数字も全然わかんないっていう人たちもみんなで学びながら、屋根にパネルを設置したり、そこからねこう線を引っ張って母屋のそのバッテリーにつなげたりみたいな作業を一緒にやろうと思ってるんだけど、そのワークショップも参加者募集中なので、もし興味があったらぜひ。
そうなんだよね、うん、だから、まあ、来れる人はねワークショップも合わせて、うんうん、クラファンもワークショップも来てくれると嬉しいんだよね、うんうん、で僕その俊太郎さんとねそういうワークショップ今まで何回も主催してきて、うん、やらせてもらってめっちゃすごい学びになったんだよね、うん、なんか電気ってすごいなんかブラックボックスになっててさ向こう側で一体どうやって作ってるのか分かんないじゃん、うん、でとても自分がさ何かできるようなもんじゃないっていうなんか意識があったんだけど、うん、ワークショップに参加したらあなんだ電気って作れちゃうし、うん、自分ででこうやって使えば少なくできるし、うん、使用量ね少なくできるし、うん、誰かに頼らなくても、うん、できるんだっていうなんかねすごい自信みたいな、うん、まあ 100% 自分ができなくても、うん、詳しい友達ができるから、うん、あの人に聞けば、うん、教えてくれるとか、うん、そういう意味でなんていうのかななんかね生きる力っていう か、うん、なんか暮らす力を取り戻すそう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 エンパワーメントされた感じとかそうまさにそうなの、うん、なんか消費者じゃなくて、うん、あ僕は暮らしを作れるんだっていう感じ、うん、その、うん、力強い力が内側から湧いてくるみたいな、うん、それをすごい感じたの、うん、でだからそこがポイントなんじゃないかなと思ってて、うん、だから今回ね、まあ、道場のプロジェクトをなんかみんなに手伝ってほしいっていうんじゃなくて、うんうん、みんなでこれをやってみて、うん、で来れる人は実際に来てもらうで、うん、完成した後に見に来るのもね超大歓迎だし、うんね、なんかそういうツアーをやってもいいよね、うんうん、そうだね確かに、うんだから来れる人はぜひ来てほしいし、うん、そうじゃなくても、まあ、このビデオを見るだけでも一つのね、うん、学びだと思うから、まあ、そういうことだったり、うん、あと実際にクラファンにねぜひ参加してほしいなって思うんだよね、うんうん、でこれが実現しないとなかなかね75万って大金だからうちら払われないよねみたいな、なんか 月3万円の家賃でここやってる中で75万って相当な、まあ、運営もドネーションでやっていて、ね、イベントやった時の参加費とかでなんとかこうやりくりしている感じだから、うん、全然余裕があるっていう感じの運営じゃないのね実際、うん、そうだね、うんうん、まあそういうわけでこの一つの実験にね、うん、みんなで、これを実現させて、うん、そこからみんなで学べるといいなっていうふうに思っていますっていう感じかな。なんかみんなで協力したら何かができるっていう体験もしたいなって思う。ああ、それいいね、うんうん。なんか今の世の中ってさ、うん、一人一人がさバラバラにされててさ、そうだね、消費者としての自分はいるけど、うん、なんか自分の暮らしを自分で作ってるぞとか、うん、作れるんだっていう感覚って持つ機会なかなかないじゃん。そうね、だけど電気ってさ今まさにねウクライナ侵攻とかもあってさ、うん、エネルギーっていうことがさ昔よりもやっぱり、うん、まあ、値段が上がるっていうことを通じて、うん、すごい身近にやべえなっていう感覚になってる人多いと思うんだけど、うん、まあ、そういうところでさなんだ電気作れるしいつかうちもこれやりたいなとか、うん、もしくは近い将来やろうとかっていうふうに ね思ってくる人が一人でも増えてほしいなっていう、うん、そういうとこだよね、うんうん、そんな感じかな、そんな感じですねはい、まあそういうわけで、クラウドファンディングの URL はね、うん、概要欄に多分は、そうだね、貼り付けておくので、うんうんうん、ぜひぜひ、参加してくれると嬉しいです、うん、今日は1月4日なんだよね。そう、1月4日、1月4日なんだけど、今日の時点ではクラウドファンディング始まってからねもう2週間ぐらい経ってるんだけど、今達成率が 11% ぐらいしかなくて、うん、75万円を集めるのにまだ65万円ぐらいは必要なので、ぜひぜひみんな助けてくれると ね、嬉しいね、嬉しいです、もちろんやれということで、みんなやってよ、参加してね、バイバイ、バイバイ、ありがとう、バイバイ、バイバイ、じゃあポチ。Thanks for watching the YouTube video. YouTube 見てくれてありがとう。僕の活動とか、パーマカルチャーと平和道場を、応援できる人、応援したい人、ぜひぜひ、説明、映像の下の説明の部分を見てもらえたら、その応援の方法が書いてあって、で、みんなの応援が僕たちの活動の、本当に栄養になってるので、一緒にこういう素敵な世界を作っていけたらなと思います。 Alright, じゃあ see you next video. Bye!